皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。自民党総裁選に出馬している小泉進次郎元環境省は24日、麻生派会長の麻生太郎副総裁と東京都内で約30分面会し、議員票の上積みへ力を貸してくださいと支援を求めた。関係者が明らかにした、麻生派には衆参両院議員計54人が所属しており、 議員票の比重が高い決選投票で勝敗の鍵を握る可能性が高い。グラフ、高市氏、X での投稿数1位、小泉氏追い上げ、石破氏が続く。総裁選では、小泉氏と石破重元幹事長、竹内早苗経済安全保障担当省が上位を競う展開になっている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。